5月20日から始めた僕のクラウドファンディングが、今日をもちまして、終了いたしました。目標金額が55万円に設定してて、最終的な総支援額は55万4500円となりました。僕ももう想像してなかったぐらい、もうご支援いただいて本当に感謝しかありません。ありがとうございます。また支援者数が76人、なんと76人もの方に支援いただいて、もう僕もすごく驚いてます。もう本当に本当にもう皆様のおかげでしかないし、もう皆さんのおかげでしかない、でもう感謝してもしきれないです。全員にハグしに行きたい ぐらいのもう気持ちです。本当にありがとうございます。このプロジェクトてかこのクラウドファンディングをしようと思った時は、結構金銭面的に厳しい部分があって、その資金調達をするためっていうのが、まあ第一でこのプロジェクトを始めたんですけど、やっぱこのプロジェクトをこう SNS とかで発信して、 SNS でつながってた友達とかから応援メッセージいただいたり、なかなかいつも話してなかった友達とかでも応援してくれてたり、連絡取れたりできて、本当にやってよかったなって思います。資金面ももちろんすごく助かったんですけど、お金だけじゃない、応援してくれる方の応援メッセージだったり、元気、いつも見てて元気で出るよとか、夢に向かって頑張ってる姿見てるとかっこいいよとか言ってくれて、やっぱ本当にやってよかったなって思います。目標金額55万円にしてたんですけど、かなり僕の中ではこう大きい目標を掲げて、まあ、正直30万いくかなぐらいに思ってたんですけど、初日からもう20万を超えて、もう30万いくぐらいのところまで行って、本当にすげえなと。最終的に55万4500円いったんですけど、もう最後の最後までもう目標達成正直いかないけど、もうちょっと上行きたいなと思って SNS で発信続けてたんですけど、11時27分からに最後の支援いただいて、急にメールで「サクセスしました」って来てびっくりして。見たら本当にサクセスしてて、嘘だろうと思ってたんですけど、本当に達成してて、なんかもう信じれなかったっていうか、今もうたくさんのメッセージもいただいて、でもう十分すぎるほどの資金もいただいて、もう僕は何も気にすることなく、もう今ヨーロッパにもう今すぐにでも行けるなっていう気持ちです。あとはもう最高のパフォーマンス出して役を決めるだけです。僕がこのプロジェクトしたのはお金を貯めたいからじゃなくて、あくまでも僕がプロになってちっちゃい子に夢を与える、まあ他の僕を見て勇気や夢や元気を与えれるようにこのプロジェクトを始めたんで、むしろここはまだ中間地点ぐらいだと思います。こっからね、僕がもう結果を出して、俺が支援したからトシはプロになれたんだよって自慢できるように、もう僕がプロ契約を決めていきたいと思います。で、また僕が契約決めれたら、もう俺が支援して、私が支援してあげたからトシは
契約できたんだよってもうみんなに自慢してほしいです。この感謝の気持ちをちょっとすぐに伝えたいと思ってもういきなり動画撮りました。クラウドファンディング終了して10分ぐらいなんですけど、ちょっとぶっつけで撮ってみたんで何言ってんか分かんないかもしれないですけど、まあ本当に感謝しかないですっていうことを伝えたいです。本当にありがとうございます。リターンとか手紙は今書いてるんですけど、全員書けたら送りたいのでもうちょっと時間かかるんで、そこはちょっともうちょっと待っていただきたいです。できるだけ早く送ります。Vlog プランを選択された方々は、海外行く途中から、僕が Vlog を撮って送りたいと思いますんで楽しみにしておいてください。 Wi-Fi とかなかったらちょっと送信遅れることがあると思いますが、そこは少しご了承ください。最後となりましたけど、やってクラウドファンディングするって決めて行動するまで結構勇気がいりました。でも行動してみてやっぱやってよかったなって思います。大体僕が思ったことを行動してみたらもうやっぱやってよかったなって思うことばかりで、僕の人生において。なんでもうこれからもどんどんいいなと思ったらもうすぐ行動に移すことを今後もやっていきたいと思います。まあ今後もいろいろ面白いこといろんなチャレンジしていくんで、引き続き僕の応援していただけるとありがたいです。そしてみんなで夢に向かって頑張りましょう。変な文になってたかもしれないですけど、今日はとりあえずここで終わります。また改めてお礼させていただきます。ありがとうございました。